I was born. 確か英語を慣れ始めて間もない頃だある夏の宵父と一緒に寺の兄弟を歩いていくと青いユウモヤの奥から浮き出るように白い女がこちらへやってくる物受けにゆっくりと女は見らしかった父に気兼ねをしながらも僕は女の腹から目を離さなかった 頭を下にした胎児の柔軟なあごめきを腹のあたりに連想し、それがやがて世に生まれ出ることの不思議に打たれていた。女は行き過ぎた。少年の思いは飛躍しやすい。その時、僕は生まれるということがまさしく、受け身であるわけを太り覆した。僕は興奮して父に話しかけた。やっぱり、was b ボーンなんだね。 父は軽減そうに僕の顔を覗き込んだ僕は繰り返した「あいずボンさ受け身系でやん」正しく言うと人間は生まれさせられるんだ自分の意志ではないんだねその時どんな驚きで父は息子の言葉を聞いたか僕の表情が単に無邪気として父の顔に映りえたかそれを察するにはまだ あまりに幼かった。僕にとってこのことは文法上の単純な発見に過ぎなかったのだから父は無言でしばらく歩いた後、思いがけない話をした「かげろうという虫はね生まれてから23日で死ぬそうなんだがそれなら一体、何のために世の中へ出てくるのかとそんなことがひどく気になった頃があってね僕は父を見た」。 父は続けた友人にその話をしたらある日これがカゲロウのメスだと言って拡大鏡で見せてくれた説明によると口は全く退化して植物を取るに適しない胃のふを開いても入っているのは空気ばかり見るとその通りなんだところが卵だけは腹の中にぎっしり充満していて ほっそりした胸の方にまで及んでいるそれはまるで目まぐるしく繰り返される生き死にの悲しみが喉元までこみ上げるように見えるのだ寂しい光のつぶつぶだったね私が友人の方を振り向いて卵と言うと彼もなずいて答えたせつなげだね そんなことがあってから間もなくのことだったんだよ。お母さんがお前を見落としてすぐに死なれたのは。父の話のそれからあとはもう覚えていない。ただ一つ痛みのように切なく僕の脳裏に焼き付いたものがあった。おっそりとした母の胸の方まで息苦しく塞いでいた白い僕の肉体。